t-38 練習機の景気故障により、フロリダ州タラハシー近郊に墜落して亡くなった。ウィリアムズはアラバマ州モービルで生まれた。ボーイスカウトで活躍し、上から2番目のライフスカウトの階級まで登り詰めた。モービルのマーフィー高校を卒業し、1954年にオーバーン大学で機械工学の学士号を得た。大学時代に、 予備役昇降訓練課程に参加し、1954年8月9日にアメリカ海兵隊の勝尉になった。ベス・ウィリアムズと結婚し、二人の子供キャサリンとディーがいる。1963年10月18日、ウィリアムズは第3期目の宇宙飛行士に選ばれた。彼はジェミ20号の予備乗員を務め、アポロ9号でも予備乗員となる予定であった。 また、順調であれば、アポロ12号のアポロ月着陸船の船長を任された可能性が高かった。彼の死後、アポロ9号の予備乗員は、ジェミニ10号で予備乗員の機長を務めたアラン・ビーンに交代となった。1998年のテレビドラマ、フロム・ジ・アン・アッス、人類、月に立つでは、彼の役をジム・リーブが演じている。彼は、ケープから、 モービルの実家に、ガンで帰得の父を見舞いに行く途中、T-38 がコントロールを失って、艦を転し、タラハシー近郊に墜落して亡くなった。ウィリアムズは脱出を試みたが、速度が速すぎ、またすでに高度が低すぎた。アポロ12号のミッションパッチには、4つの星が描かれている。3つは、乗組員の3人の宇宙飛行士であり、 もう一つはウィリアムズに捧げられたものである。ウィリアムズはアーリントン国立墓地に葬られている。ウィリアムズの飛行機の翼の一部はアポロ12号のミッションにアラン・ビーンが持参し、月の表面に安置されている。電気作家のコリン・バージェスは、ウィリアムズの人生と経歴をフォール・アストロノーツという長所にし、家族公認の電気として2003年に発売された。 ありがとうございます。